あ、作業時間が3、40分あるわけですから、どんぐりの3倍あるわけです。あ、これで戻りますから。おお、いや、もうね、ヨロクのやつは戻さなかったです。いや、ということは反対にこれでもういっぺんこう潰してまえばもう戻りますから、 あとどんなこういうこの力も3次元のね、これも生きるんですよね。あと全部これをこういう風にしてしまえばもう柔らかいもんですからね。そうそうそう、それね、もうもうなんか好きになってましたよ。であとこれで固めた方はここでもうまたエポキシをガッと塗ってればもうカチッともう固まります。であとはだからこの反対面塗ってやればもう強くなっちゃいます。もうこれでもうカチカチって決まりますから。だからエポキシア、じゃあエポキシもそうだけどもカネライトすごいですよ。すごいですよね。だからスタイルよりはやっぱり全然違います。違いますよね。だから先生おさ、まあ、感触も悪くないですもんね。そう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 、こっちの感触の方がね、風合いつか 手触りね、なんとなく磨きは綺麗、もう本当にいい肌触りになりますから、そうすればカネライトこうかな。どうぞカネライトいじってみてやってください。自分たちが使ったやつよりはちょっと硬くなってると思うよ多分。あ、分かる、違いが分かる。確かに違う。そう、ちょっとこっちの方がね硬いんだよ。染み込みもいいんだけどね、強いんだよね。ムラなくなってません？ムラがなくなって、あ、それはね、それは腕だと思う言っちゃ悪いけど先生の真似ちょっとするけど、それはね、使い回す技術の問題だと思う今度その接骨をした時のお腹の素材が本当につなぎ、うん、